玄米。玄米とは、生物学的視点からは、稲の果実であるもみからもみ殻を除去した状態。食品としては制白されていない状態の米である。玄米の玄は、暗いまたは、色が濃いという意味で、制白されていないのでベージュ色、または、淡かし色をしている米である。清白とは、玄米からぬかを取り除き白米にすることである。 精白されていない玄米は、白米より、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含むため、現在は、栄養が豊富な健康食品として用いられている。玄米を普通の炊飯器で炊くと、白米に比べてボソボソとした食感になりやすく、消化も悪い。玄米は、精白によって、白米と米ぬかに分けてそれぞれ利用、販売され、米国店の店頭に玄米が置かれることは、 稀だった一方で、第二次世界大戦前から、健康食として玄米食の支持者がいた。白米より水に長時間浸しさせる、塩を加えるといったコツで玄米を食べやすく炊くこともできる。近年は玄米モードを備えた、炊飯器や玄米をふっくらと炊ける圧力鍋が普及したことで、味も好まれるようになってきた。 食料品を扱う小売店やインターネット通販では、従来の玄米より炊きやすく、食感、食味が良い発芽玄米などの加工品も販売されるようになっている。このほか水分の浸透を妨げる、ローソーを除去したローカット玄米や、金の息吹のように玄米食を前提とした品種も開発されている。現在では玄米が選べる外食店もあり、 健康のためでなく、味で玄米食をしている人も多い。例えば一部のインド料理店においては、玄米の方が、カレー料理に合うとして、これを提供している。玄米は、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを豊富に含み、とりわけビタミン B が白米よりも多く含まれている。現代のようにおかずをふんだんに摂取する食生活では、栄養過多という問題はあるものの肉や、 緑黄色野菜からビタミンを十分に摂取できる。かつて白米飯、漬物、味噌汁だけという食事が多かった時代の日本は、白米食はビタミン B 不足により格気などの問題をもたらしていた。なお、江戸時代以前は玄米を食べていたという通説に対してそれを肯定する資料はほとんどない。そもそも現代における玄米と 同レベルの玄米を作り出すのは、制薄技術の未熟さに困難であった。そのような中で農民の多くは、制薄度が低い米、京における、半月米などぬか草を完全に除去していないものを利用し、さらには、雑穀や芋、野菜を混ぜたカテ飯や枠飯を食べていたため、少なくとも農村部では、活気が蔓延する環境にはなかった。しかし、これら炊宅には、 白米よりも時間がかかり多くの燃料を必要とするため、焚き木を買わなければならない。都市生活者にとっては、ぬか草を完全に取り去った白米の方が都合が良く、食味も喜ばれたことから、江戸時代中期、京方期には、江戸や大阪などの大都市では米飯を常食する習慣が普及した。これにより、活気が流行し、江戸はずらい、大阪晴れと呼ばれた。明治時代になり、 江戸、東京や大阪ばかりでなく、地方の都市部の富裕層や、高級生活者にも白米食の習慣が広がるに、至って、格下は、全国的な問題となり、昭和初期まで続いた。昭和初期以降、医師の二木健造が玄米を完全食と呼び、健康のために玄米食を普及することに努めた。1943年、 昭和18年頃には大日本玄米連盟があり、1万人以上が加盟していた。1942年、昭和17年以降、大政翼三回で国民を玄米に復帰させるとして議題となり、時の首相であった東条秀樹が玄米を常食していることも伝わり世論は現に傾いたが、川島志郎ら君の栄養学者は玄米の消化が 白米に劣ること、炊飯に要する燃料や、調理時間が増加することを指摘して、玄米食に強く反対した。これに対し、伝染病研究所の研究者らが玄米食について、研究し、当時の医科医法での報告には、炊飯に要する燃料は増加したが、玄米食によって消食になった上、下痢も減り、仕事の耐久力が上がり、医療費はに減った、と伝えたので、 栄養学者も認めざるを得なくなったとある。宮沢賢治の雨にも負けずには、1日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたいとある。ただし、富裕層に位置していた宮沢自身が少年期に、そのような生活をしていたことはなく、むしろ、独居自炊時代に行っていた卒食が寿命を縮めたという、説さえある。 重労働をこなしていた時代には米を大量に食べて、カロリー源とするのみならず、タンパク質も米から摂取していた。比率は多くはないものの人間にとっての必須アミノ酸がバランスよく生まれ、米はタンパク質の補給源としても優れた食品であり、米のみで人体を維持するに十分なカロリーとタンパク質は得られるのである。このため日本人の米に対する思い入れは強く、優れた主食とされ、 さらには食料を超えた神聖な存在とされていたが、実際には多くの日本人はこれを常食することはできず、米食非願民族とすら評された。マクロビオティックでは玄米は完全食と言われ、玄米と使用だけで必要な栄養を賄うことも不可能ではないと主張される。しかし、現代栄養学の視点では玄米に変調した食は、 栄養失調の危険が伴うため推奨されない。1990年、平成2年前後から全粒穀物が健康に貢献するという科学的な根拠が蓄積されてきたため、各国の食生活指針で健康の維持のために制白されていない玄米のような全粒穀物が推奨されるようになった。日本では現在のところこのような推奨はない。 厚生省多目的個包と研究では14万人規模の追跡調査がなされているが、白米と玄米は区別されていない。渡辺正によれば、玄米が健康に良いということは証明されていることであり、白米と玄米の違いに着目した調査が実施される予定であるという。かつて、玄米はデザイナーフーズ計画のピラミッドで二軍に属しており、二軍の中でも、アマ、 全粒小麦と共に5位中2位に属する、癌予防効果のある食材であると位置づけられていた。玄米を炊いたり粥にしたりすると、排乳は膨らみ、ぬか草は膨らまないので破れる。圧力釜で炊けば、ぬか草も消化の良い分子になり、食感も良く、日本人好みの粘りがあるように炊ける。栄養成分も味の成分も多く、味わいが豊かで、食感もぬか草が、 プチプチとした歯触りを持ち、白米の飯にはない美味しさがある。砂糖における黒砂糖と上白糖の違いと同様である。圧力釜が出現する前と同じく一晩水につけて吸水させた後、普通の炊飯器で炊くことも可能であるが、普通の炊飯器で炊いた場合にはボソボソとした硬い食感になりやすい。トウモロコシの黒竜の皮と同様に、ぬかその消化が悪く、 吸水時間が短ければ、食感も悪く、ボソボソになるが、12時間以上漬けて、米に対し1.6倍から2.2倍ぐらいの水で、炊くと食感は改善する。発芽玄米であれば、玄米炊きに対応していない、炊飯器でも美味しく炊ける。最近の炊飯器は、様々な炊飯メニューを持っており、メニューを選べば玄米炊きも、簡単に選べるので、 白米を炊くように玄米を炊くことができる。白米に比べれば食物繊維が多いため消化が悪いが、難消化性デキストリンによって消化吸収を抑えることで特保に指定された食品がブームになっている昨今、デメリットではない。デトルトの粥やシリアル食品などにも加工される。発芽玄米では白米と同様、無菌パックのご飯も市販されている。 近年では、玄米を用いた健康飲料である、ライスドリームがありかで生み出されている。農薬が、ぬかの部分に残留する、可能性が白米よりも高いとして、玄米食には無農薬、または、原農薬栽培の米が進められることがある。ただし、残留農薬検査は玄米を対象として行われており、農薬の残留は、通常、定められた。 使用方法を遵守する限り問題とされない。また、重金属がぬかに残りやすいと言われることもある。玄米段階でカドミウム等の重金属の残留が確認された米は工業用のりの原料に売却されるなどされるが、重金属は白米部分にも残留し、精米による減少効果は少ない。また農産物の中では米にはヒ素の含有量が多く、 分けても精米に比べて、玄米の方が多いが、通常の食品からのヒ素摂取が健康に影響を及ぼしたと認められる事例は日本においてはないとされている。その一方、米ぬかの繊維は、キレート作用が強いフィチン酸を多く含み、大オキシン類を含む農薬や、重金属などの排泄作用が強く、金ミ優勝事件でも有効な治療法の一つとして考えられいる。しかし、 フィチン酸はミネラルと結合してフィチン酸需要になるため最近の研究ではミネラルが著しく少ない食事においてフィチン酸が大量の場合にミネラルの吸収を阻害する子が分かってきたそのため玄米を多量に摂ると体内にミネラルが吸収されずミネラル不足を起こすことがあるこの作用は必須ミネラルの摂取量が著しく低い 開発途上国の子供などに好ましくないが、通常は問題ない。また、大腸癌だけでなく、肺癌、乳癌などの多くの癌を抑制する効果のほか、食物繊維が多いことから糖尿病患者の等、脂質代謝の正常化に効果が後する報告がある。農産物検査法による、工事の農産物規格規定で、 もみの混入が、玄米は一等で0.3%以下と定められており、米国検査では、茶碗一杯3000粒として9粒まで許容される。なお、白米は0.0%と定められている。つまり、最大で0.04%であり、茶碗一杯3000粒として1.2粒。この規格は、白米の原料としてのものといえ、 玄米食用としての公的企画や業界団体の企画はないので玄米食用として販売されているもの以外はもみの混入が多い。標準の 30kg 袋入りは玄米食用と断りのない限り白米の原料である。少量で販売されているものは玄米食用と家庭用精米機による自宅精米用がある。発芽玄米は玄米食用として販売される。 米は保存性から玄米かもみで貯蔵される。日本では玄米で貯蔵することが多い。制白後の白米は皮を剥がれた状態であり、日数の経過とともに酸化等により劣化していくので、少しずつ購入する方が新鮮である。これに対し、発芽玄米でない普通の玄米は時間経過に対する劣化が白米より少ない。玄米も白米も低温貯蔵がより望ましい。 害虫を防ぐには密閉容器が良い。白米を好む虫と玄米を好む虫は異なる。一般に玄米は白米より大きな単位30キ3 0ラムの紙袋が多いで販売されることが多い。保存中に黒っぽい水玉模様のついたガヤその幼虫が発生して消費者が不快、不安に感じることも珍しくない。これはのしめまだらガという昆虫で 気持ちは良くないものの特に有害ではなく、精米すれば食べることができる。ただ、東京異性の団地は、梅雨時になれば、必ず発生すると言ってもいいほどなので、天気の良い日に、米びつの中身を壁干ししたり、米びつの中に、鷹の爪、赤唐辛子の乾燥品を入れたりしておと、害虫の成長を抑制することができる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。